を襲っている長次郎はプロ初ホームランが満塁ホームランになりました。瀬尾和也選手です。ありがとうございます。まずはホームランの場面、ワンアウトランナー満塁でした。どんな気持ちでバッターボックスに入りましたか？4点取って、その後3点取られて、次の1点が、大事な場面だったので、なんとか、3塁ランナー、ホームに返せるように、最悪にするぐらいと思って打席に立ってました。打った瞬間の手応えはどうですか？入ったかなと思いましたか？入ったかどうかなっていうような当たりだったと思います。打球がライトスタンドに吸い込まれた瞬間、どんなことを思いましたか？やったーって感じでした。ベンチに戻ってから仲間やそれから監督、コーチの皆さんから何か言葉をかけられましたか？ナイスバッティングっていうふうには、監督、コーチ含め、先輩方にも言っていただきました。そしてレオさん、マンテリンホーム名古屋でレオさんが打つとチームの勝率も高いですね。そうですね、はい。どうですか、4月下旬はスターティングメンバーを外れる試合もありました。悔しさもあったかと思いますが、試合に出られない間はどんなことを考えていたんでしょうか？他の外野手の先輩方も打てましたし、チームとしても勝ったり、負けたりというのは攻撃に続いていたので、なんとか自分が打った時には、勝ちにつながる、試合をしたいと思って、ずっと準備してました。そして今日のプロ初ホームラン、マイクホームランはまさに勝ちにつながる当たりだったと思います。プロ初ホームランが満塁ホームランですよ。この喜びを伝えたい方は誰ですか？そうですね、先日両親に会って、母の日が近いということで、母の日のプレゼントを渡したんですけど、今こうやってホームラン打ったのは、こうやって両親が見てくれたおかげなんで、両親に、はい、ありがとうございます。そしてこのホームランを打った時、レオさん本身もチームの上昇気流に乗っていきたいところだと思います。最後にファンの皆さんへメッセージをお願いします。コロナ禍でなかなかバッテリーホームに来れない状況ですけど、なんとか一勝でも多く勝って、ファンの皆さんに喜んでいただけるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローは、プロ初ホームランから満塁ホームラン。